やー待っておりますよいやメッシの何ですかあれ、どでけえスリーキックありましたね。ドヤベーあれはもう誰も止められません、あの真後ろから撮った角度のやつありましたね、はい、ゴール裏から遠なんかその遠隔レンズみたいな、はい、ものすごいですねあれね、ものすごいですね、あれ漫画みたい、あそこに来るってことを分かった状態で止められるかどうかのレベルです、そうですか、はい、あそこに来るよって分かってたよね、はい、うん、あとね、やっぱ我々のこのチャンネル投手で言えば、はいはいはい、やっぱりあの今期の一番のベストゲームっていう風に言ったのが神戸対ガンバの話以前したと思うんですけど、はい、いやすごいねやっぱりバルセロナリバプール、おー見ましたかがっちり、いやそうですね、いやここ数年のベストですね、あ本当ですか、いや、まあ、リバプール負けたじゃないかって言い方もあるけど、トッテナム、はい、アヤックス、アヤックスじゃない、トッテナム、シティか、シティで先生もう過去最高だって言ってましたよね、言ってた、もう更新されちゃった、あのトッテナムベースとか、そういうなんか興奮的な話で言ったらあれがベストだと思います、あれもでもセカンドレグだからやっぱりそれすごいバカって素晴らしかったですね、ただあのこのバルサとリバプールに関しては、なんていうんでしょう、なんて言うんでしょうね、いわゆるあれですよ、要はキャプテン翼みたいなもんだと思うんですよ、あの両チーム必殺技の応酬、ああなるほどね、しかもその必殺技を基礎のテクニックでやってくるんですよ、おはい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 、うん、ミスもなくね、そう、サラーがいたらカットインしてすごいスピードでシュートまで行ったりとか、そう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 、僕ちょっとねダイジェストしか見てないんですけど、終わっていうのが 3-0 だったんですね、結果的には 3-0 なんですけど、ああなるほどねと言われ、リバプールって今年どう考えても世界トップレベルなんですよ、はい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 、やっぱり今年だけのリーグランなんかクラブランキングみたいなのも作るんであれば、確実にトップ3ぐらい入ってきてもおかしくないとか、はいはいはい、うん、でこうなるのっていう、なんかでも SNS とか見るとリバプールすごい強かったと、あのリバプールの強さの方が際立ったぐらいだっていう結構みんな言ってましたね、そうですね、でも 3-0 なのみたいなね、いやもうだからもうリバプールというそのスーパー組織をやっぱり超えてくる人間がいて一人だけ、なるほど、先生がおひげの先生がメッシさんですね、すごい衰えること知りませんね、というよりも昔はより点取り屋で良かったんですよね、はいはい、今そのアシストを途中で覚えちゃって、はあ、得点もアシストもそして起点にもなれる人間になっちゃったから、はい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 、選択肢増えちゃったんです、で試合終了後にあのリバプールのセンターバックファンダイク、うん、今年ねいわゆるプレミアナンバーワンのプレイヤーですよ、はい、4番目そ の,、ね、その彼をして、うん、いやもう僕はリーガに行かなくてよかったよ彼もともとセルティックにいたんですよ、はあ、そっか、そうで、だプレミア以外にも多分移籍する選択肢ってきっといっぱいあったんだろうなと思いますけど、もしいわゆるリーガにいたら彼といわゆる年に2回は最低戦わなきゃいけないだろう、そんなのは厳しいぜみたいな、ちょっと待ってセカンドレッグ終わる前に言うセリフじゃないでしょ、いやだからでも、うん、正直、うん、諦めてる部分はあるでしょうね、そう諦めたというかより通常に戦ったらもう勝てないのは分かってるから、まあ そ, うだよね、そして別にだって2-0でもダメなんですよ、うん、そうだね、もう前の レアルみたいなペペが手踏むしかないね、いないんですよそういうキャラクターがね、いや言っちゃダメです、当たり前だけど、あんなんダメです絶対、うん、ね、レアルといえばカシージャスがね倒れられたっていう、そうです ね, ね、でこのまま引退になっちゃうんじゃないかっていうね、まあでもちょっとまだ言わせましたけど何も分かんないですからね、まず回復がっていうところからですから ね, ね、ね、いやいやいや、なんかそれで誰かが振り返ってましたけど、あそうだと思って、あのジダンがとんでもねボレーシュート決めた試合があったでしょ、はい、あのチャンピオンズリーグ決勝だよね確かね、はい、その試合でキーパーが負傷して、正キーパーが、はい、10代のカシーザスが出てきたんだよね、残り20分あ逃げ切らなきゃいけない、それが彼のデビュー戦だったんだよね、そうか、そう、それでスーパーセーブ連発して最後ね彼ねプレッシャーから解放されて泣いたんですよ、うんうん、そっからずっとエースで5回ぐらいビッグイヤー取ってるんですよ、うん、5回も取ってねえか、うん、ね、でなんかね一回ちょっと調子崩して今はね縦ポルトですからね、まあね、うん、なんかドラマチックなねカシージャス、いやいけるカシージャスね、レアルって言ったらもうカシージャスって感じだったもんね、そうですね、キャプテンカシージャスで、やっぱ一つのそして時代ですよ、うん、日本で言ったらやっぱり奈良崎川口っていうのがあるけど、ね、やっぱり
世界的な潮流ではやっぱブッフォンカシージャスっていうのが同時期にいたわけで、もう引退までレアルでやるもんだと思ってましたよ。もうヒゲ生やしてゴリラみたいになってもずっとカシージャスはレアルのキーパーなのかなと思ってたけど、まあそうじゃなかったですね。ねえ、いろいろ中でも元気になってほしいですね。そうですね、もう一回戻ってきてほしいですけどね。ちょっとレアルのね、キーパーたちも育ててほしいなっていうところも僕はあるので、はい、そうだね。そうですね、まあ、将来のね、またね、まあ、川口選手、楢崎選手もそうですけど、はい、皆さんにやっぱりいろんな側面で頑張っていただきたいというところありますね。確かに、あの川口芳香選手がもう若いキーパー育ててんだよね。そのシーン、ね、ちょっといいシーンあるよね、今のもね、柔らかい顔してんだよ。だ次だからそのうちで、あと16、7年ぐらいすれば、だから令和初の、はい、令和初のプロ選手みたいなのも出てきますからね。令和生まれ初の、ね、令和生まれのね。そうそうそう、確かに確かにそうですね。そういえば、まあそんなところでいけば、はい、杉浦選手ですよ。杉浦選手、金沢の、ああ令和初ゴールでしょ。初ゴール、あのヘディング良かったね。良かったですね、うん、というか、あの金沢がいわゆる平成最後になるかなみたいなのもありましたからね。あ、そっか、そう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 、大石選手ね。それ考えたらなんか金沢ちょっと持ってんなってのちょっと思っちゃった。ほいほいほい、これも、ああそういえばと思ったのが、杉浦選手って、うん、あの平成元年の1月11日生まれなんですよ。あら、まあめでたいですね。そう、どっかの日刊かどっかが言ってましたよね。で背番号11時11分、あ、携帯番号11、背番号が11なんですよね、しかもね。そうか、なんかうまくできてんなって思ったのと、1って自分の中でなんかあるんだろうね、かもしんないですね。で杉浦の杉もね、ちょっと111みたいなね全部そうだわそんなこと言ったらもう。でもね、まあさ、うんうん、これなかなかあんまり出てないんで、皆さんに伝えておきたいんですけど、ください、ください。 J2 令和初ゴールは杉浦選手、はい、J1 は中川選手、中川選手、マリノスね。そうだね、そうだね。さて共通点があります、うん、何でしょう。共通点があります。同い年ではないんですけど、ではないの、同い、共通点、実は出身校とか。あ、おお、すごい、川崎 U15 出身なんです。うん、あ、そうなんですか。2人とも、へえ、あ、そうで川崎なんだ。そう、なんか、なんかすごいね、やっぱり、うん、やっぱ裏付けてますよね、やっぱ川崎の今の強さみたいな部分というか、うんうんうん、確かに川崎だったら今やっぱり出身の選手で言っても、例えば田中碧選手がね、うんうん、活躍したりとかっていうのもあるけど、こうやって違うところでは杉浦選手、うん、中川選手が活躍したり、同じマリノスでやっぱり三好選手もそうだし、うん、海外では板倉選手がいてとか、あらゆるところに、すごいな、川崎がいるというか、うん、もう育成の仕事も楽しいでしょうね、そういうお仕事されてる人って ね、うん、世界中にポチって、ね、大学にもたくさんいますからね。ほうほうほう、そうそう、あとその同じ川崎で行ったら、うん、あれですよ、うん、奈良さんですよ。奈良さん、奈良辰樹選手、うんうん、川崎の、はい、うん、ちょうど前回我々正直令和初日、はい、5月1日に収録したじゃないですか、はい、で今回もうこれ出てる時には分かると思うからですけど、うん、広島からスタートしてるじゃないですか、新シリーズ。ああ、そうですね、分かるシリーズ、そう、はい、あれ、まあ、大変勉強になりましたね。ありがとうございます。あれは、はい、前回と同じように考えたら、いやいや川崎からスタートするんじゃないのって思った方も多いと思うんですよ。確かに戦力分析はあれですもんね、順位順というかやりましたね。そう、いわゆる去年のやっぱり王者をやっぱりリスペクトすべきみたいな発言もしてるから、なんで川崎からスタートしなかったかって、うん、これだけ先に言っとこうと思うんですけど、うんうん、奈良選手なんですよ、うん、奈良選手、川崎もともと作ろうとしたんですけど、怪我のタイミングと同じだったんですよ、作ってるタイミング。うーん、だから、うん、少なくともこの怪我が一体何ヶ月のものなのかってことを分かってから出そうと思ったんで、後ろ倒しにしたんです。あ、分かる、まるまるの今シリーズだからね、やっぱね、今の状況をもうつつましくじゃない、つがなくお伝えしたいですからね。そうなんです、なるほどね。でちょうど前回収録タイミングだとまだ出てなかったんですよね。なるほど、なるほど、ね、そしたら全治4ヶ月とのこと。あら、まで、どうやらというか、これチラッとした情報なんですけど、奈良選手、うん、コパアメリカ行きあったっぽいんですよね。あ、そう、候補者リストの一人というか。 あらまあらま、残念だったね。じゃあね、実は似たようなところで、うん、前回彼は、うん、まあ、リオオリンピックかな、はい、の候補なんですよね、うん、の選手でもあったりするんですけ ど、その当時も、うん、怪我で行けなかったんですよ、あら、
そういうタイミングなんだね。だもしかしたら代表にもしかしたら縁のない選手の可能性がある。いやまあでもそれは誰がどうとかじゃないよ。それは女の子のなんか占い好きみたいなこと言っちゃダメ先生。そんなことない。まあ言っちゃうからね。でもねいるのそういう人。いる。それ結果的にそうだっただけでしょ。だってそれまあね、うん、そうです。なんでこれがなんか夢も希望もないわけです。十何年後になった時に分かる話だと思う、うんうん、なるほど。そう、うん、ただまあまあ、まあうん、これ練習中の出来事だったみたいで、うん、いわゆるとあるまああまり言いたくないんで言わないですけど、うんうん、まあいわゆる同じ言いたくないってのはどういうこと。先生が怪我させたのか、まあ、だったら言うわってなんで参加してんの僕がその後はなんで言いたくないんでしょう。いや言えるでしょ別に。いや選手選手名になっちゃうから。選手選手名。ああ、誰かと接触してってことなんだ。ああそれは言っちゃダメだね、うん、それはわざとじゃないし。そうそうだね。だ、うん、おそらくねちょっと思ってる部分あるっぽいんですよね。思ってる。しもすまないなっつって、うん、そうだからこそ、はい、その選手にやっぱり、はい、まあ、今シーズン得点で得点という。いや絶対ホワイトじゃん。じゃあそうっす。あまあそうか、紅白戦だもんね。そうっす。なんで頑張ってもらいたいなと僕は思っております。いやでも川崎がさもう連勝街道始まったね。ついにこのぐらいから組んだ。いやもうしかも主力を避けた段階で出てきた人が活躍し始めて、もう2チーム分の戦力がね、家長も出てないね、知念もいないね、はい、そんな中ね、でもね、ま、大森も大森じゃない阿部も出てないそんな中ね、まさに、でもねよく考えて、川崎ってすごくないですか、はい、ダミアンも出てない。そう、はい、川崎の主力メンバーを控えメンバーって毎日トレーニングで相手 しなきゃいけなかったでしょ。確かに確かに。えげつないよね。えげつないんですよ。えげつない。だからこれ中村健吾が確かこれマーさんも言ってた気がするんですけど、はい、あ紅白戦がね、そう一番あの一番あのやばいのは試合じゃなくて川崎の紅白戦が一番えげつないっていう発言。川崎対川崎なんだもんね。そうです。確かに。だからその中からやっぱり出てきた田中碧。おそっか、素晴らしいと思うし、今年ね一番最初の段階その開幕のね、シリーズでも僕はキーマンに挙げていた長谷川達也選手、なんかも仙台戦も大爆発でしたし。あそうだね。で代わって出てくるのがそして斉藤学ですよ。そうだよね。だって今健吾だってレギュラーじゃないわけだしね。そう、健吾も怪我、知念、家永、阿部、うん、すごいですね。中村健吾、そこへ小林優も調子を上げてきて、はい、あとはダミアン待ちですよね。ダミアンですね。ダミアンちょっと顔元気なくなってたね。まあずっと控えですかね最近、彼のキャリアの中でも経験ないことです。そうでしょう、うん、ね、ちょっと頑張ってほしいけどね。でもそんな中で今度ジェジエウ選手が活躍して、はいはいはい、いやいやこれはすごい。なんだ来る、そのチームによってどの辺から来るみたいなのが あるんですね。不思議ところね。まあ上げてきたってところですね。あとはもう逆にあの広島が連敗してると思うので、はい、これ先に今3連敗中だからこれ触れておかなきゃいけないなと思ったんですけど、まあ必殺ワードを出しましょう。まずは、うんうん、大丈夫です。大丈夫なんです。大丈夫なんです。ワードって。あ、そうですか。大丈夫。あ、まあでも広島ファン、東京ファンはちょっとこの辺からなんか疑心暗鬼になってますよ。なると思うんですけど、広島はまず簡単なんですよ。去年のことがね、日元もありますから、はいはい、あのパトリック選手が今守備のところでちょっとなかなかうまく使えないという現状があ、だから、はいはい、戦力値として去年のほどではないと、はい、攻撃力は確かにあるけど、なるほど。ただその代わり、それまでドーグラス・ビエラ選手を取ってきたわけですよ、その彼が負傷してる。なるほど。それはそうですよ。だって必要なピースが今1枚足りないの。なんで彼が戻ってきたらこの悩みはすぐ解消されるもんだから、その間に他の選手たちがレベルアップしてくれればいいんですよ。理論的だな。それだけ、まずその通りだって思っちゃうな、うん、なるほどね。理由が分かっている悩まないでいいもんね。そう、何でもね。そう、理由が分からない状況だったらこれは、なんで出血してるのか分からなかったら不安でしょうがないけどね。そうなんです。出血は止まると。止まる、ね、どうやったら止まる。そう、出血してる理由がある。分かれば当たり前だということですよね、うん、これは別に問題ない、でこれはおそらく、やっぱ去年のそのね、上副監督としても経験がいろいろあったりするし、はい、怪我でやっぱり超主力が抜けてしまったらそりゃそうだってのはもう、どこのチームでも致し方ないですから。そういうことか。これぐらいの敗戦はそんなに痛手ではないと思います。なるほどね、うん。意味わかんないですけど、なんかすぐ通信制限になるんですよ最近、はい、ギガが、はい、どこから出血してるんですかね。それは使いすぎですね、使いすぎなわけないんですよね。あら、家で Wi-Fi 繋いでるし、僕もね、だいたい月に200、300ぐらいギガ使うから、うん、
技術使いすぎでしょうよ。危ないのは地下鉄乗るでしょ、ええ、渋谷とかでさ、駅で海外の人用のさ Wi-Fi 捕まえちゃう時あるじゃん、普通。はいはいはい、ね、そうするとさ、あれパスワードないと繋がんないから普通になんか使えなくなる時あるでしょ。ありますね。だから Wi-Fi のスイッチ切るでしょ、はあ、そのまま家帰ってくるわけ、うん、それで YouTube とか見てるわけ、うん、気がついたら2時間見てる、あー 4G で見てたみたいなあれが大変、あれがひどいよね。それね、これはひどい、それね、うん、これひどいですね、怖いやつこれね。じゃあ頑張って注意してください、うん、分かりました。理由が分かってれば、理由がね、これも分かるものだからね。どうやって理由自分で言っちゃったもん。そういうこと、そういうこと、理由を分析するということですね。そういうことですね。データですから、ね、はい、これが因数分解ということでございます。した、はい、ということで、今日も井戸端で盛り上がっちゃったよということでね、ライブはやりますね、5月16日でございますね、はい、大塚ドリームシアターので今出てますんでね、ぜひねご予約ください、ぜひ皆さんのコスプレも楽しみにしてください、はい、何のだろう考えよう、それじゃあですね、明日また会いましょうということで、はい、ミルクサッカーアカデミーチャンネル登録並びにツイッターの方もチェックしてください、よろしくお願いします。井上真央でした。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。